はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけれども、免許の種類について解説いたします。つまり、今回お話しする内容っていうのは、免許検査は誰になるのかということです。この免許検査は誰になるのかっていうのは、どういうことかっていうと、宅建業を行うにあたって、誰の免許を受けなければならないのかという話です。もしあなたが、宅建業を行いたいと思って、会社を作ったりとか、もしくは、個人事業としてやっていこうと思った場合、まあ、免許を受けなければいけないですよね。宅建業の免許。誰から免許を受けなければならないのかっていうのが今回お話しする内容です。で、まあ、ポイントとしてはこの部分ですね。一つの都道府県内にのみ事務所を構える場合。この場合っていうのは、この、事務所を構えた都道府県知事の免許が必要になってきます。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、A 県という県に、まあ、事務所を構えました。これ今図では、2つの事務所を、構えております。1つの事務所でもいいですし、10個の事務所でもいいです。とりあえず、A 県のみに事務所があるということなんですね。数は関係ないです。この場合は A 県知事の免許が必要になってきます。で、続いて、二つ以上の都道府県に、渡って事務所を構える場合、その場合は国土交通大臣の免許が必要となってきます。こちら見ていただきたいんですけれども、A 県に事務所があって、また B 県にも事務所があると。こういった場合ですね。これも、事務所の数別に関係ありませんので、別に A 県に10個あって、B 県に10個あって、また C 県にも10個あってでもいいんですけども、まあ、とりあえず、もう複数ですね。二つ以上の都道府県に事務所がある場合っていうのは国土交通大臣の免許が必要になってくるということです。なんでまあ、今回の話はこれだけなんですけども、これすごく内容的には簡単に思えますよね。思えるんですけども、実は重要なことがあって、それ何かっていうと、この事務所なんですよ。事務所。事務所に当たるか当たらないのか、これちょっと理解していない方が多いんですよね。なのでちょっと今回解説させていただきます。まず支店について、まあ、本店と支店ってあるじゃないですか。本店と支店。主たる事務所と従たる事務所っていう言い方するんですけれども、まず支店の方からいきますね。支店については、その支店で宅建業を行うのであれば、それは事務所に当たります。一方で、支店で宅建業を行わないというのであれば、そこは事務所には当たりません。これまず OK ですか？支店についていきますよ。支店については、宅建業を行う場合はそれは事務所。宅建業を行わなければそれは事務所じゃない。まずはこれ支店の話です。次、本店。本店がちょっとややこしいんです。本店については、本店で宅建業を行っていれば、それは本店は事務所に当たります。一方で、本店で宅建業を行っていなかったとしても、支店で宅建業を行っていれば、本店は事務所になるんですね。これがややこしい内容なんですよ。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、この A 県にあるこの建物、まあ、本店です。この本店とします。こっち支店ですね。こっちで宅建業を行ってない。こっちは宅建業を行っている。これ支店ですね。これ本店です。この場合、支店は宅建業を行っているから、これ事務所に当たりますね。一方、じゃあ、本店、これ、宅建業行ってないんですよ。宅建業行っていないけれども、支店で宅建業行っているわけだから、この本店も事務所扱いなんですね。だから、この今回の図で言ったら、これは国土交通大臣免許が必要。これで合ってるんですよ。これすごく重要なんですね。これ意外に引っ掛け問題で出てきたりするので、ちょっと頭に入れといてください。じゃあ、逆をちょっと考えてみましょうか。例えば、こっちが本店で、こっちが本店で、こっち支店にします。この場合どうかと、ちょっと考えてみますね。この場合、支店では宅建業を行っているから、これ事務所じゃないんですよ。で一方で、こっちは本店では宅建業を行っているから、これは事務所に当たる。でそうすると、これ事務所は、一つの都道府県にしかないですよね。だからこの場合っていうのは、国土交通大臣免許じゃなくて、B 県知事の免許が必要になってくると。まあ、いう話なんですね。だから、事務所の定義をちゃんと頭に入れておくってことはすごく重要になりますんで。これおそらく、初めて勉強される方、あまり勉強していない方っていうのは、一回聞いただけではわからないと思うんで、何回か動画見返していただいて、勉強していただければと思います。で、
どこか一つの免許を受けさえすれば、まあ、あとは全国どこでも宅建業を行えます。つまり、例えば東京都知事の免許を受けましたと。そういった場合、沖縄でも宅建業を行えます。沖縄の不動産を取引することが可能ですし、また北海道の、不動産の取引を、することも全然可能です。だから、まあ、どこかの免許を受けていれば、全国どこでも、宅建業を行えますよ。っていうことですね。これも一つ、頭に入れておくといいと思います。まあ、このように理解をしながら学習していったら、引っ掛け問題も引っ掛からなくなるんですね。多くの方が引っ掛かって、合格できなかったっていう方いるんですけども、それは引っ掛かったってことは理解してなかったって話なんで、それはすごく大きなことなんですね。大問題なんですよ。そこに気づいていない方非常に多いんですね。合格点マイナス1点とか2点で、あ、引っ掛け問題に引っ掛からなかったら合格できたのにっていう方いるんですけども、これっていうのはすごく大きいんですよ。この壁はすごく大きいです。つまり理解をしていないからその壁を乗り越えることができなかったって話なので、勉強の仕方を丸暗記でずっと続ける限りはその壁って乗り越えられないんですね。だから理解学習に変えてくださいっていうふうにずっとお伝えをしているわけです。なのでもし理解学習本当に実践したい、次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導を検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。